アニメロミックスラブライブ、のぞえりラジオガーデン。こんばんは、賢いかわいいエリーチカハラショ、アイスエリ役ランジョウヨシノです。こんばんは、のぞみパワーたっぷり注入、はい、プシュッ、いただきました。東條のぞみ役クスライナです。はい、この番組は、うん、夏祭り行きたいね、私。私も夏祭り行きたい。え、嘘。夏祭りって書こうとして、最初夏休みって書いちゃって、うん、あ、休みじゃないよって書き直したんだけど、夏祭りって書いてある。何ですか、夏祭り。夏祭りに行きたい。すごい言いづらいんだけど、夏祭り。早口言葉みたい。夏祭り、夏祭り。夏祭りに行きたいです。夏祭り行きたいですね。夏祭り、夏祭り行こうよ、夏祭り。たこ焼きとか食べたい。たこ焼き食べたい。うん。私はね、なんだろうな、かき氷食べたい。かき氷、そういえばさ、かき氷専門店できたじゃん。知らねえよ。できたの。六本木らへんかな、なんかテレビでやってたんだけど。そうなんだ。めっちゃふかふかのかき氷なんだよ。そうなの？え、行こうよ。そこならアボカドマスカルポーネっていうね、味があるらしいよ。すごいね。うん。お惣菜メニューみたいだね。そう。それ食べてみたいの行こう。じゃあ、久々に約束するか。約束しよう。かき氷と、夏祭り行こう。続いては、ジュジュパッタイさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。のぞえりの合宿ですが、どうもお話を聞いていると、なんちゃんは体を動かしたくなく、引きこもりな方向の合宿を望んでいらっしゃるようなので、正解。ここは一つ、なんちゃんのお好きなネットゲーム合宿はどうでしょう。やだ。やだやだ。なんでまだまだ、あと4行あるから聞いて。くっすんと二人、ゲームのモニターを並べ、ああ、死にそう、回復して、回復みたいな会話をしたり、二人で永遠ゲームの中で釣りをしたりすればいいんじゃないでしょうか。まあ、おすすめのゲーム知ってますよ、私。イケメンがいっぱい出てくるゲームがいい。あのね、ネットゲーム、イケメンいっぱい出てきますよ。本当？あの、私、回復やってたんですけど、うん、回復だと弱いんですよ。うん、でもみんなを、こう、回復しなきゃいけなくって、ピ、うん、ャーンって回復してると、なんか敵に囲まれちゃうの。え、戦うやつやだ。待って、聞いて。敵にね、敵に囲まれた時にね、イケメンの剣士様がファッて前に来て、助けてくれるの。そういうの、そういうのじゃない。え？そういうのじゃない。どういうこと？あの、なんだっけ、ほら、恋愛シミュレーションゲーム。一人でやってろ。一人でやってろ。そういうのだったらいいよ。え？そういうのだったらね。そんなオンラインゲームしないよ、私。ラジオアニメロミックスラブライブ、のぞえりラジオガーデン。続いてのコーナーはこちら、今週のハラショー。思わずハラショーと言ってしまうようなエピソードを送ってもらうコーナー。エピソードに応じてなんちゃんが10点満点で採点。見事10ハラショーを叩き出した人には番組特製ステッカー、のぞえり秘密の花園のプレゼント。はい。はい、次行きますよ。はい。熊本県の原しおさんからいただきました。原しおさんからですね。はい。猫が本当に猫パンチするわけないだろうと思い、ちょうど顔の高さぐらいにいた野良猫の目の前で顔を左右に振っていたら、思いっきり左ストレートをお見舞いされた。猫パンチしますよ、うん、猫は。右じゃなくて左ね。左ストレートね。関係ある？関係あるよ。あるの？あるよ。大事。そうなの？そこ大事よ。その猫ちゃんは左利きだったんじゃない？多分ね。それか手加減してくれたんだよ。うん、じゃあその猫に、ファン払しようかな。今度の土曜日はだってニコ生からの、うん、通常放送からの、うん、ニコニコでまた来た、聞いたらええかな。聞いたらええかな。夏祭りから始まり。今日はおかしいね、なんかね。番組ではリスナーのあなたからのメールを大募集。各コーナー宛てのネタのメール、普通歌など、すべてのメールの宛先は、のぞえり、アットマーク、joqr.net、nozoeli@joqr.net、えりのりは R じゃなくて L なのでお間違いないように、懸命にコーナー名を書いて送ってください。おはがきは、郵便番号105-8000に、文化放送、ラジオアニメロミックス、ラブライブ、のぞえり、ラジオガーデン係まで、送ったらええがな。もうダメだ、我慢をしろ。それでは、お時間だから、お相手は、綾瀬エリ役、南條よしのと、東條のぞみ役、楠田愛菜でした。バイバイ。
この番組はアニメ総合エンタメサイトアニメロミックス、ナンティス、バンダイビジュアルの提供でお送りしましたかな。